ーマート TV をご覧の皆さん、こんばんは。ヘイテンちゃんです。さあ今日はこちら新開地はメトロガーデン様にやってまいりました。現在5連勝中ということで、この浴衣勝率 100% ということでですね、同じ浴衣でゲームを担いでいきたいと思います。この浴衣だったら今日も6連勝頑張ってくれるんじゃないかなという期待を持って、もちろん、1000、そうですね、目指すところ500枚ということで1500枚も視野に入ってきました。頑張りたいと思います。さあそれでは早速入店していきたいと思います。頑張ります。行ってきます。さあそれではやってまいりましたメトロガーデン様、早速店内の中を見ていきたいと思います。メトロガーデン様はハーデス、これがね非常に人気があるんですよね。まあ、もちろんもうこの時間帯なので現在 AT 中の方はねもちろん残ってらっしゃいますけど、ちょっとデータみたいな、おすごいね、わー、まあ最初のプルートステージ抜けて58ゲームやめ、こういうのもね本当はちょっと打ちたいなって思うけど、じゃあちょっと回っていきましょう。さあじゃあちょっとまだまだたくさん残ってらっしゃるジャグラーコーナー行きたいと思います。メトロガーデンさんのジャグラーも非常にいいですね。ビッグ25、レギュラー24、あーでもめちゃくちゃいいんじゃないですか。5の、まあ、140弱か、140弱いい。でもこういったいいなと思う台、まあこれで、まあ、合成考えてしたところで全然悪くないんですけど、ただ言いたいのはこっからもし狙ったらどうなる。あ、726ゲームでしょ。こういう台は私はやめときます。私には引ける自信がない。こんにちは。さあじゃあ回っていきましょう。こちら、お、あ、これどっちもいいかな。あ、でも124ゲーム目、いいですね。これいいんじゃないかな。ちょっとこれキープしたいと思います。さあじゃあもう少し見ていきましょう。わ、こういうのを見つけてしまう。ビッグ25、レギュラー31、いや、いいですねこれ。しかも1ゲームやめとかめっちゃ引かれる、やばい。合成もいいし、へ、18、102、25、あ、でも結構ジャグレンしてるね。うわー、打ちたい。もうどうしよう。ここが多分運命の分かれ道で、いつもだいたいね、あっち選んどけばよかったのにみたいな感じになるんですよ。もうこれ、あ、いいよね。合成もいいし、別にもう1台キープしたらダメなんで、あっちキープしたんですけどあれやめてこっちに変えます。こっちキープにします。うわー、でもいい台がいっぱいありすぎて、結構ね皆さんいい感じでまだまだ当たられてますね。魅力的な台がありすぎてすごいなって。50、あ、いいですねこれも、めちゃくちゃいい。うわー、でもさっきの1ゲームに合成、そりゃこっちの方がまあなんかこうジャグレン続いて、いやーどうしよう。いやーもう決めないと時間がない。他の台もいっぱいいい台がある。どうしよう。さあ優柔不断な優柔不断子になってきた。これもでもビッグ24、レギュラー24、これむちゃくちゃいい。どうしようどうしよう。ちょっと待って、ちょ、これだけ待って。何ゲームやめこれ、500とか280、
いけそうな気もする。あー、どっちや。もう一回合成みたい。50でしょ。いいよねこっち。1ゲーム目は魅力的だったんですけれども、こっちにしたいと思います。さあ、それでは最後の最後まで悩んだ結果、1ゲームやめの台を捨てて、この、まあ、こっちの台を選びました。これが吉と出るか凶と出るか、この浴衣にかかってます。引きじゃなくて浴衣みたいな感じなんですけど、頑張ります。さあ、それでは6連勝かけていきます。50枚目お願いします。お願いします。もう本当6連勝かかってるし、この浴衣だからいけるはずだ。ではお座り一発、いけるかな。これもね、お願いします。まだ聞いたことのない座り一発。これがどう出るかは全然わかんないけど、でも一回、あ、お、2回連続チェリー入ったけど、お、すごい三連ちゃん。まあね、大きくこの台でも一回ハマってるので、ここでどうなのかな。まあいけると思うんだけどな。まあ、ちなみに今日負けたらもう浴衣はなくなるんですけど、せっかく1100枚いってるし、これは勝ちたいですね。でも勝ってね。100枚目。あるかな、どうだろう。来てほしいな。嫌だよここでもう一回ハマるとか。ポンって来た。今日は勝ちたい。あとは引きなはず。理想は350までに当てたい。もうなんかね、400とか超えてきたらもうどこまで行くのか全然わかんないんですよね。あと5分。うっそ、こんなゆっくり打ってる場合じゃない。ちょっとスピード上げよう。なんかね、このジャグラースランプに陥ったらもうとことん陥るんですよね私。行きましょう。150枚目。めっちゃ煙出てる。150枚目最高。最初結構チェリー来たんだけどな。うわー、運命の分かれ道だったのかな、あの1ゲームやめは。前なんかそういう台を選んで、まあしくったというか、まあしくったんですけど、まあ自分の引きがなかっただけなんですけど。どうでどう、頼む。吉と出て、あと3分。光らないかな。やっと光ってもなんかレギュラーとかそんな嫌だよ。でもビッグレギュラー、ビッグレギュラー、順番で言ったらレギュラーだ。やばい、見るんじゃなかった。これはもしかして、うわー、これなんかね、あと1分前。キュンキュン、よっしゃ、お願いします。ここビッグよ、7よ、7、7、あー、やっぱりレギュラーだ、思った通り。ビッグレギュラー、ビッグレギュラー、まだ時間ある、まだ時間ある。なんでここビッグでよかったのに。やば、マジで頑張ろう。焦ろ、焦ろじゃない、焦れ私。では1ゲームで狙って
ないか。光る光れ、お願い。もうお願い。お願い。終了。にゃー。ぶどうで終わっちゃった。ということで悔しい。さあ、それでは微妙な負けだと思います。お願いします。150投資だからなんだこりゃ。さあ、ただいま実践の方が終了しました。本日の結果はこちら。あー、悔しかったなー。ねえ、もし最初のキープしたあの1ゲームのやめの台を打てたらどうなってるのかなとか、まあね、そんなの後悔先に立たずっていう言葉遣い通り、ね、そんなこと後悔しても仕方ないんですけれども、いやー、この浴衣のジンクスも夏の終わりとともに終わりました。残念ながら6連勝ならず5連勝ストップということになりました。ですが現在のプラス収支は、1100枚オーバーとなっております。はあ、まだまだ1500枚手が届くところにいます。頑張りたいと思います。さあ、そしてこちらのメトロガーデン様、閉店ちゃんが放映されている頃にはですね、あの人気機種サラリーマン番長が絶賛稼働中となっております。合計26台ということでですね、もう皆さん期待を持って来店してください。さあ、そして9月の18日には、私の方もですね、お昼間の実践来店となっております。こちらの方もよろしければお越しください。さあ、それでは次回閉店じゃん、また気合を入れ直して頑張っていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。